我々はいつの間にか地元の野菜から目をそらしてしまっているのかな。知らず知らずのうちにやっぱりもしかしたらっていう思いから、スーパーに並んでいる福島コーナー地元産コーナーの野菜から目をそらしてしまっているのかな。でも実はそこには絶対に安全なものしか並んでいないと分かっているのにもかかわらずどうしても目をそらしてしまっている現状があるという。それで実際に農家の方々は物が売れず野菜売れたとしても価格が下げられてしまい非常に苦しい1年半が続いております。でやっぱりですね、お話にもありましたがこの地に生活するのであれば絶対に地元で採れた野菜を取ることは一番健康につながるんです。それは、午後にはまたその流通の話なんかもしますが遠くまで運んでいった野菜はどん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 栄養価が下がってしまいます。だから地元ですぐ取れたてを消費するということが一番体にいい。でじゃあなんでその体にいいものを食べなければいけないかというと、原発以降、我々は放射性物質のことにいろいろ悩まされてきましたけども放射性物質のものを体に入れてそれを害があるということは全員分かってます。でも誰もどのぐらい食べたら悪いのかとか、どうなっちゃうのかっていうことに関しては誰も無関心ではないんですけども、分からない状態、メディアもその具体化や数値というものは非常に曖昧、国が出す数値でさえ非常に曖昧なものがある。だから我々は自然と遠のくしかなかったんですけども実際には我々も自身の体からそういうものに対しての抗体を作っていこうというのが、食材を体に入れることによって健康づくりにしようということのテーマになっております。